タイタン、またはティタンとコイチッソの大気は 94K という極低温の状況下で地球の水循環に似たメタン循環を起こしている。クリスティアーン・ホイフェンスは1655年にタイタンを発見した。タイタンは1655年3月25日にオランダの天文学者クリスティアーン・ホイフェンスによって発見された。 ホイフェンスは1610年のガリレオ・ガリレーの木星の大きな4つの衛星の発見と彼の向上した望遠鏡の技術に触発されたとされている。兄であるコンスタンティン・ホイフェンス・ジュニアの援助を借りて1650年代に望遠鏡を建設し始め、彼らが建設した望遠鏡の一つを使って土星を光転している衛星を初めて観測で発見した。 この衛星は地球の月と木星の4つのガルデオ衛星に次いで6番目に発見された衛星となった。ホイフェンスは1655年にデ・サターナ・イルーナ・アブザーベイ・シオ・ノバを出版し、そこで彼の発見した衛星をサターナ・イルーナと命名した。ジョバンニカ・シーニが1673年から1686年の 間に発見した土星の4つの衛星を公表した後、タイタンとこれらの4つの衛星には、サターンに I から V までの番号が付与された。初期には、サターンズオーディナリーサテライトという別名もあった。それ以来、数多くの小さな衛星が土星のより近くに発見されている。土星の新たな衛星が発見されるたびに、タイタンの番号は、第2衛星。 第4衛星、第6衛星と変更が重ねられてきた。1789年の第1衛星見ますと第2衛星エンケラドゥス発見以後は、さらなる新発見による混乱を避けるため、この番号性は凍結されることになり、公式にはタイタンはサターン6と呼ばれる。タイタンとその後に発見される7つの衛星の名称は、 ジョン・ハーシェルが1847年に出版した、Results of Astronomical Observations Made During the Years 1834-5-6-7-8アット・ザ・ケープ・オブ・グッドホープの中で命名されたものである。土星は、英語で、サターンといい、サー・トゥルヌスは、ギリシャ神話のクロノスと同一視される。このクロノスは、タイタンと呼ばれる親族の一柱である。 日本ではタイタンという英語読みの表記やティタンという表記が用いられる。タイタンと他の大型の衛星の軌道。青線は外側からイアペトゥス、ヒペリオン、レア、ディオネ、デテ,ティス、エンケラドゥス、ミマス。タイタンは地球上における15日と22時間で土星を交点している。タイタンは時点と交点の同期のために高級的に同じ面を土星に向けており、 土星に対して、超積固定を起こしている。主惑星との超積相互作用により多くの衛星の自転公点周期が一致しているが、タイタンにおいても自転周期と公点周期は同期している。このため、タイタンの表面上には、サブ、セターニアンポイントと呼ばれる土星がいつも天頂に見える地点がある。タイタンの経度は、この地点を通る四五線から西向きに測定される。 離心率は0.0292で、軌道は土星の赤道から0.306度傾いている。地球から見ると、タイタンの土星からの角距離は土星半径の約20倍である。土星が太陽の周りを公転するのには、地球の時間で29年を要し、従ってタイタンも29年で太陽の周りを公転する。地球と同じように地軸が傾いているため、 季節変動がある。タイタンの1年は地球の29年に相当し、一つの季節は地球での7年余りの長さがある。小さく不規則な形状をしたタイタンの一つ外側を公転している衛星ヒペリオンはタイタンと3、4の軌道共鳴の関係にある。理論モデルに基づくとヒペリオンはゆっくりで滑らかな軌道の進化を経てタイタンとの 共鳴に捕獲されたとは考えづらい。これは、共鳴に捕獲される前にヒペリオンの軌道が不安定化されてしまうと考えられるからである。そのため、ヒペリオンは初めからタイタンと共鳴する安定な軌道領域にあった物質が集積して形成され、不安定な領域にあった物質はタイタンに吸収されたり放り出されたりして失われたと考えられる。タイタンと月、 地球の大きさの比較、タイタンの内部構造のモデルタイタンの直径は 5149.86km で中心に直径 3400km の岩石部分があり、その周りは異なる氷の結晶で構成されたいくつかの層で覆われている。半径は水星の1.06倍、月の1.48倍、地球の0.40倍である。1980年に ロイジャー1号が探査する以前は、タイタンはガニメデより、わずかに大きいと考えられ、太陽系最大の衛星であるとされていた。これは、タイタンの高密度で不透明、そして表面から数キロメートル上空まで存在する、大気によって、見かけ上の大きさが過大評価されてしまったためである。タイタンの直径と、質量、密度は、木星の衛星であるガニメデトカリストと似通っている。 タイタンの密度は 1.88g マイリッポーセンチメートルで、これに基づくと、タイタンの素性は、半分が氷で、もう半分は岩石となる。この素性は、ディオネア・エンケラトゥスに似ているが、重力圧縮によりタイタンの方が高密度になっている。タイタンの土星に対しての質量比は、約4273.5分の1、直径比は、 約23.4分の1で、惑星に対する衛星の比としては、それぞれ地球と月、海洋星とトリトンに次いで3番目に大きいものとなっている。その内部は、氷 IH の近くと、より深い高圧の氷で形成されている層の間に、あるアンモニアと、水からなる液体のマグマ層が存在するのに十分高温になっているかも、しれない。 アンモニアの存在は 176K という低温の状況下でも水を液体の状態に保持させるのを可能にさせる。探査機化 C にはタイタンの大気中の自然極超超波電波の形から内部の相乗構造の証拠を発見した。タイタンの表面は自然極超超波電波の弱い反射体であるとされているため地下海洋の液体と氷の境界から反射する。 可能性がある。前述の通りタイタンの時点は交点と同期しているが、カッシーニによる観測では、その時点速度は揺らいでおり、ゆっくりと増加しているように見える。タイタンの地表が液体の海の上に浮かぶ殻のような構造である場合、このような時点速度の揺らぎは発生しやすくなるため、この揺らぎが液体の海の層の存在を示すとする見解もある。 タイタンが土星を交転するのと同じように重力場が変化していることから液体層と角状の氷の層が固体の核から分離されているというさらなる証拠が示されている。レーダーによる重力場の観測に基づく地形観測との比較からもまた氷の殻が非常に硬いことが示されている。木星と土星の衛星は 太陽系内で惑星が形成したと考えられているのと同様に強硬着によって形成されたと考えられている。若い巨大ガス惑星が形成されると周囲を円盤状に囲んでいた物質は徐々に合体し衛星へと成長する。木星は非常に規則的で惑星のような軌道を持つ衛星を4個持つがタイタンは土星系を圧倒的に支配しており、 強硬着だけでは説明できない高い軌道離心率を持っている。タイパンの形成のために提案されたモデルでは、土星系も木星のガリレオ衛星に似た衛星群から形成され始めたが、一連の巨大衝突によって破壊されてしまい、これらの衝突の破片から、イアペトゥスやレアなどの中規模の衛星が形成されたとされている。そのような激しい初期の状態は、 タイタンの気通り心率の高さも説明できる。また、タイタンの大気の主成分は窒素であるが、この大気の起源については、大きく二つの説があった。一つは、窒素分子を含んだ氷が、タイタンに集積した後に、窒素ガスを放出したことで、窒素主体の大気が形成されたとする、直接集積説であり、 もう一つはタイタンに集積したアンモニアが何らかの化学変化過程を経て窒素に変化したとするアンモニア起源説である。2004年のホイフェンス探査機による調査の結果、直接集積によって大気が形成された場合に大量に存在が予想される気ガスがほとんど存在しないことが明らかとなったため、直接集積説を想定することは難しくなった。2014年、 タイタンの大気中に含まれる窒素の同位体比の分析によって、それが土星周辺に存在する物質の強硬着ではなく、オールとの雲に見られるものと同様の物質から供給された可能性があることが示唆された。タイタンの大気の層の疑似カラー画像タイタンは、唯一濃い大気を持つことが知られている衛星で、また、太陽系内では、地球とタイタンだけが唯一窒素に富んだ大気を、 持っている。ボイジャーによる観測では、タイタンの大気は地球のものよりも高密度で、表面での圧力は1.45アトムであることが示されている。タイタンの大気の質量は地球の大気全体の1.19倍で、同じ単位表面積あたりの質量は地球の約7.3倍、密度は4倍になる。不透明なもやの層は太陽や 他の光源から放出された可視光線の多くを遮断し、タイタンの表面を覆い隠している。またタイタンの重力が弱いため、大気は地球よりも遥か上空にまで広がっている。タイタンの成掃圏では秒速200メートルに達するスーパーローテーションが存在する。このスーパーローテーションは金星にも見られ、両者はしばしば比較される。 これはボイジャーによる観測時のデータから予想されており、2005年にカッシーニ探査機から分離されたホイフェンスによる観測で証明された。タイタンの大気は多くの波長の電磁波に対し不透明であり、軌道上から表面の完全な反射スペクトルを得ることは不可能であった。2004年の探査機カッシーニホイフェンスが到着して初めて タイタンの表面の直接撮影に成功した。タイタンの南極で極循環するシアン化水素のガスクモタイタンの大気素性は窒素、メタン、水素、そしてその他の微量のガスである。微量のエタン、ジアセチレン、メチルアセチレン、アセチレン及びプロパンといった炭化水素やシアノアセチレン、シアン化、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、シアン、アルゴン、 ヘリウムなどのガスも含まれている。炭化水素はタイタンの大気の上層内で太陽からの紫外線によってメタンが分解された際に生成され、それが濃い大色の霧を形成していると考えられている。タイタンは高天軌道の95%が土星の磁気圏内であるため、この磁気圏がタイタンの大気が太陽風によって消失されるのを防いでいるかもしれない。 太陽から放射されたエネルギーは、タイタンの大気中に微量に存在する全てのメタンを、太陽系の年齢よりも短期間の5000万年以内に、さらに複雑な炭化水素へと変換してしまう。これは、メタンが地下の貯水池またはタイタンの内部から補充されていることを示唆している。大気中のメタンの最終的な起源は、 氷の火山の噴火によって内部から放出されたものである可能性が示されている。カッシーニによるタイタンの日没の研究は太陽系外惑星の大気への理解を深めるのに役立つ。タイタンの大気中の旧有機ガス2013年4月3日、アメリカ航空宇宙局はタイタンの大気の模擬研究に基づきタイタンの大気に ソリンと呼ばれる複雑な有機化合物が生成される可能性があると報告した。2013年6月6日、アンダルシア天体物理学研究所とスペイン国立研究評議会の科学者はタイタンの大気上層部からた官方航続炭化水素を検出したと発表した。2013年9月30日、NASA の探査機、 カッシーニの赤外分光光度計を用いた観測によってタイタンの大気中からプロペンが検出された。地球以外の惑星や衛星でプロペンが検出されたのは初めてで、またセルスによって発見された初めての化学物質である。このプロペンの検出は1980年に NASA のボイジャー1号で初めてフライバイが行われた際の観測にまで遡る。 観測における不可解なギャップを埋めるものであった。フライバイ中の観測では、タイタンの褐色のヘイズを形成するガスの多くは、理論的には、太陽の紫外線によるメタンの光分解によって、生成されたラジカルの再結合を介して生み出される、炭化水素であることが発見されていた。2014年10月24日、タイタンの極の雲の中からメタンが検出されたと発表された。 メタンで形成されたタイタンの極の雲と水とその氷から形成された地球の極性総圏雲の比較、タイタンの南極上空で極循環する大気タイタンは太陽からの距離が遠く、また熱い大気のため地表面が太陽から受け取るエネルギーは地球の0.1%しかない。タイタンの表面温度は約 94K である。この温度では 水や氷の蒸気圧は非常に低いため、わずかな量の水蒸気が存在できる領域は、清掃圏に限られると考えられる。大気中のメタンは表面に温室効果を発生させており、これがなければ、タイタンの表面温度はより低温であった。しかし逆に、タイタンの大気中の塩部は、太陽光を宇宙空間に反射し、反温室効果を発生させ、 温室効果の一部を打ち消して、上層大気よりも地表をはるかに低温にしている。メタンの雲メタンやエタン、またはその他の単純な有機物から構成されていると考えられているタイタンの雲は散在しており変化しやすく全体的な円無を打ち消している。雲の移動速度は比較的遅く、時点方向と同じ東向きに移動していく。ホイフェンスによる探査結果から タイタンの大気が液体メタンやその他の有機化合物を雨として表面に降らせていることが示されている。基本的には雲はタイタンの表面の1%を覆っているが表面の8%まで急速に広がる爆発的な現象が観測されることがある。これについて南側が夏の間日射照度の上昇によって生じた大流で大気が持ち上げられた結果、 南側に雲が形成されたことが仮説として挙げられている。ただし、この説明では、下肢の後だけでなく、春の最中でも雲の形成が観測されているという事実を説明しにくい。南極のメタン濃度の増加は、雲の大きさが急激に大きくなったことと関わっている可能性がある。タイタンでは29.5年周期で季節の変動がある。 タイタンの南半球は2010年まで夏であったが、タイタンの季節変化を左右している土星の軌道により、タイタンの北半球が太陽光を受けるようになっている。季節が変わると、南極上空で、エタンが凝縮し始めることが予想されている。タイタンの赤外線画像、タイタン表面の地図北極南極タイタンタイタンの地表の明確な特徴は、河川地形など、 流体の侵食作用によって形成された地形が存在し、また液体をたたえた湖が存在することである。この侵食や地質活動の結果地表は絶えず更新されていると見られ、非常に若い。このため、タイタンは太陽系の形成時に同時に誕生したが、現在見られるその表面は1から10億年前に形成されたと考えられている。それゆえに、 他の土星の衛星と比較して、タイタンの地表には圧倒的にクレーターが少ない。侵食作用以外に表面を更新している。要因として考えられているものの一つに氷が溶けて、地下にあるメタンやアンボニアが噴出する低温火山があり、火口のような地形もカッシーに探査機によって発見されている。タイタンの大気の厚さは地球の庭やり、しかも全球を オレンジ色のもやが覆っているため、天文学的観測器具を用いて、可視光のスペクトルで表面を観測することは困難である。このため、可視位には、赤外分光高度計、レーダー高度計、そして合成回光レーダーイメージングを用いて観測を行い、タイタンの近くをフライバイするたびに、表面の一部を観測して、部分的な地図を作成した。 最初に作成された画像から、タイタンの表面には起伏の激しい領域と滑らかな領域があり、地質学的に多様であることが明らかになった。火山活動に休憩を持つと考えられる、アンモニアが混入した水が噴き出したと見られる地形もある。またタイタンの地殻は固く凍った氷によってできており、これが地球における岩石のように地表も形作っている。地殻は、 地質学的な活動はほとんど示していない。タイタンの赤道域には、やはり凍った水や、有機物の氷でできた砂流が風で運ばれて作られた砂丘があり、上空から見ると島模様になって見える。この砂丘の尾根は大きいものでは1 0 0トル以上の長さを持ち、高低差は100から1 5 0ルに達する。探査では、タイタンの表面は、 比較的滑らかであることが示されており、おそらく炭化水素の雨や火山活動によって埋められたクレーターと思われる地形が見える。レーダー高度計の観測によると、標高差は低く、一般的には150メートル以下であることが示されている。しかし、中には標高差が500メートル以上の地形もあり、標高数100メートルから1000メートルに達する山脈も存在している。 タイパンの表面は明確に明るい地形と暗い地形の二つの領域に大きく区分される。明るい地形には赤道付近のザナルと呼ばれる広大な高アルベド地形が含まれており、その大きさはオーストラリア大陸ほどもある。ザナルは1994年にハップル宇宙望遠鏡による赤外線観測で初めて確認され、後にカッシーニでも観測された。 ザナドゥは丘で覆われており、その表面を谷や割れ目が横切っている。ザナドゥは非常に起伏が激しく、暗い線が十字に交差しており、尾根やクレバス、さらには河川に似た曲がりくねった地形が見られる。このザナドゥの地形の形成を地質活動によるものとすれば、ザナドゥは地質学的に若い地形であることになる。一方で、この線上の地形が地質活動ではなく、 液体によって形成された水路である可能性もあり、そのように想定する場合は流水系が古い地形を横断していることになる。同じような暗い地形はタイタンの他の部分でも観測されており、地上からやカッシーニによって観測されている。タイタンの湖、カッシーニのレーダーによって捉えられたタイタンの北極地域の疑似カラー画像。青色に着色されたのは液体メタン。 液体エタン、液体窒素で満たされた炭化水素の海や湖、支流構造によってレーダー反射率が低くなっている地域である。左下の大きな海がクラー県海で中央下がリゲア海。ホイフェンスが撮影したタイタンの3つの水路構造。タイタンには国地方、特に北半球を中心に大小様々な湖がある。 タイタンで最も大きい湖は北半球にある直径 1170km のクラー県海で面積は40万平方キロメートルもあり、これは日本列島の総面積よりも大きい。これに次いでタイタンで2番目に大きな湖であるリゲイア海はほぼ純粋なメタンで満たされた海であるとされる。他に代表的な湖としてプンガ海などがある。これらの湖はかつては 大気蘇生などから存在が推測されていただけであったが現在では直接その存在が確認されている。タイタンに炭化水素の湖、または海が存在している可能性はボイジャー1号と2号のデータに基づいて初めて示された。この時の観測データはタイタンがそれを保つのに概ね適した温度と蘇生の熱い大気を持っていることを示していた。だが、 直接的な証拠は1995年にハップル宇宙望遠鏡とその他の観測によって初めて得られた。これらはタイタン上に相互につながっていないバラバラの水域化、または衛星全域に広がる海洋の規模で地球における水のように液体のメタンが存在することを示唆していた。カッシーニはボイジャーの観測に基づく仮説を実証することに成功した。 カッシーニが2004年に土星系に到着した際、炭化水素の湖や海の水面から反射した太陽光が検出されることが期待されたが、初回の調査では表面反射は観測されなかった。しかしその後の観測で、大タタン各地に液体メタンによる湖が発見された。南極の近くでは謎めいた暗い地形が確認され、 オンタリオこと命名された。北半球の高緯度地帯でも、全長数キロメートルから300キロメートルまでの規模の、大小様々な湖が発見され、海岸線の可能性がある地形もレーダー観測を通じて、極付近に確認された。2006年7月22日のフライバイに続いて、カッシーニは当時冬だった北緯度で、極付近に、いくつかの大きく滑らかな区画を撮影した。 2007年1月に科学者は観測に基づいて土星の衛星であるタイタンにメタンで満たされた湖が存在している決定的な証拠を発表した。カッシーニのミッションチームは撮影された地形はほぼ確実に長期間にわたって存在している炭化水素の湖で地球外で初めて発見された安定して表面に存在している液体であると結論づけた。 中には液体に関連していると思われる水路もあり、地形のくぼみに存在している。液体の侵食による地形は、比較的新しいように見え、いくつかの河川では驚くほど侵食を受けておらず、タイタンの侵食が進むのが非常に遅いか、あるいは最近、いくつかの地理的現象が古い川床や、地形を一掃した可能性がある。カッシーニの観測では、湖は、 表面の極わずかしか覆っておらず、タイタンは全体的に地球よりもかなり乾燥している。ほとんどの湖は極付近に集中しているが、いくつかの長年の研究により、赤道付近の砂漠地域でも炭化水素の湖が発見されている。この砂漠地域の例として、ホイフェンスが着陸した地点付近にあるアメリカ・ユタ州のグレートソルトコの 約半分の大きさを持つシャングリラがある。このような赤道付近にある湖は、いわば、オアシスのようなものとされており、地下の耐水層から供給されている、可能性がある。また、この程度に存在している湖が、タイタン全体のメタン循環の源になっている、可能性が指摘されている。リゲーや海の地形の変化2008年6月、カッシーニのイオン。 中性質量分析機は、オンタリオ湖に液体のエータンが間違いなく存在していることを確認した。同年12月21日、カッシーニはオンタリオ湖上空を直接飛行し、レーダーで湖面からの鏡面反射を観測した。反射の強さは、探査機の受信機を飽和させ、湖の水位が3ミリメートル以上変化しないことを示した。 タイタンの炭化水素の海が太陽光を反射している近赤外線画像2009年7月8日カッシーニの歌詞赤外マッピング分光光度計によって15年間の冬が終わり太陽光が入るようになった北極付近にあるチンポ放湖と呼ばれる湖から表面が鏡のように滑らかであることを示す表面反射が観測されたこの観測結果から レーダー画像から導き出された液体で満たされた広大な地形があるという推論が実証された。2009年7月と2010年1月に行われた初期のレーダー測定では、オンタリオコは平均震度が0.4から3メートル、最大震度が3から7メートルと非常に浅いことが示された。それに対して北半球のリレー屋は当初のレーダー観測の解析技術では、 最大震度は8メートル以上とされていた。その後の2014年に発表された科学的分析でタイタンにある3つの海の深さをより完全に調べたところ最大震度が200メートル以上あることが示された。リゲア海の平均震度は20から40メートルだがリゲアの他の部分では全くレーダーを反射しておらず震度が200メートル以上あることを示している。 2013年5月、カッシーニのレーダー高度計は、ビドミゾの水路を観測し、これが、タイタンで2番目に、大きな炭化水素の海であるリゲーヤ海につながっている、流水構造であると定義づけられた。受信された以降の解析では、水路は急斜面で、深い渓谷に位置しており、液体で満たされていることを示す強い鏡面反射が、示された。これらの水路内の液体の水位上昇は、 リゲア海と同じく垂直方向に約0.7メートル以内で、これは冠水した過酷であるという解釈と一致する。鏡面反射はリゲア海の水位を超えた低示せの支流でも観測され、モンドジ構造への水の供給と一致している。これはおそらく液体水路の存在を示す初めての直接的な証拠であり、またタイタンで初めて観測された100メートル以上の深度を持つ。 警告であろう。ビドミゾはこのように深い海で冠水しているが、より高い地表にある液体の存在を証明するために、いくつかの独立した観測が行われている。カッシーニは2006年から2011年にかけてタイタンを6回フライバイした間、タイタンの放射測定追跡と光学ナビゲーションデータの収集を行った。このデータから研究員は、 タイタンの地形の変化を大まか推測することができた。タイタンの密度は、蘇生が岸石が約60%で、水が約40%である場合と一致している。研究チームの分析は、タイタンが軌道を公転する間に地表が最大で10メートルも上昇あるいは下降することを示唆している。この変化の大きさは、タイタンの内部が比較的変形しやすいことを意味しており、 最も可能性が高いモデルは、全球を覆う、海の上に主に氷からなる厚さ数十キロメートルの、殻が浮いているような構造とするものである。研究チームはの研究結果からは、以前の研究結果とも照らし合わせると、タイタンの地下の海が表面よりも100キロメートル以上、深いところにある可能性が示唆されている。2014年7月2日。 NASA はタイタンの氷の下にある海の塩分濃度が視界に匹敵する可能性があると発表した。同年9月3日、NASA はタイタンのメタンの雨が地下の凍結したクラスレートと相互作用し最終的に火星や故障に供給されるエタンやプロパンが生成される可能性があると報告した。2016年、タイタンはリゲア海に流れ込む一連の深い急斜面の 渓谷で液体で満たされた水路の直接的な証拠を発見した。それは先述したビド溝で発見され、深度は240から570メートルで40度の急な斜面になっている。これらの地形はおそらく地球のグランドキャニオンのような近くの隆起または海面の低下、あるいはその2つの組み合わせによって形成されたと考えられている。 侵食の深さは、この地域での液体の流れが何千年も続く、長期的なものであることを示している。タイタンにある直径1 3 9キロメートルのクレーターのレーダー画像。表面は平滑で、円は起伏が多く、おそらく中央級が存在している。レーダー、合成回口レーダー、及びカッシーニの画像データからは、タイタンの表面に、 クレーターがほとんど存在していないことが分かっている。このことからタイタンの表面は年齢と比較して若いと考えられている。発見されている数少ないクレーターには直径3 9 2トルのメンルバと命名されているものなどがある。これは二重衝突盆地でカッシーニのイメージングサイエンスサブシステムによって同心炎上の明暗のパターンとして観測された。 より小さな直径 60km の新ラップと名付けられている平滑なクレーターと中央と暗い表面を持つ草と命名されている直径 30km のクレーターも観測された。レーダーとカッシーニの画像からは隕石の衝突に関連している可能性がある円形の地形が見られるが、それを隕石によるものだと確実に識別することはできない。 例えば、カッシーニによって、グアボニドという名称で知られている、明るく荒い物質でできている直径 90km のリング状の地形が観測されている。この地形は、暗い堆積物に覆われたクレーターであると考えられている。他にも、同じような地形が、シャングリラやアールといった地域でも観測されている。2006年4月30日に、カッシーニがタイタンを、 フライバイした際のレーダー観測により、高アルベド地形ザナデにもクレーターの可能性がある、いくつかの円形の地形が観測されている。リゲイア海合成海溝レーダーの画像とそれを補正した画像、タイタンのクレーターや、その可能性のある地形の多くは、激しい侵食の痕跡があり、これは地形がすべて何らかの原因で変化していることを示している。タイタンのクレーターの中には、 太陽系内の他のクレーターよりも円が比較的大きなものがあるにもかかわらず、ほとんどの大型のクレーターの円は欠けていたり不完全になったりしている。他の大きな氷衛星とは異なり、パリンプセストと呼ばれる粘弾性の地殻が緩くなった際に形成される地形はほとんど見られない。ほとんどのクレーターは中央球が欠けた滑らかな表面を持つが、これは あとの氷の火山の活動による低温溶岩の噴出や衝撃の発生などが原因とされている。このような様々な地質学的プロセスによってクレーターが埋められることがその数を少なくしている原因の一つとなっている。また大気が表面への天体衝突を減らす役割を果たしており、表面のクレーターの数を大気がない場合よりも 半分に減らしていると推定されている。2007年までに得られた高分解能レーダーによる限定された範囲の観測ではクレーターの分布に不均一性があることが示された。ザナズには他の領域の2から9倍多くのクレーターが存在している。また、光点方向を向いた半球である先行半球は光点とは反対方向である。 高校半球よりもクレーター密度が30%高い。赤道付近の砂丘地域や炭化水素の湖や海が最も普遍的に存在している北極周辺ではクレーターの数は少なくなっている。カッシーニによる観測以前の衝突軌道と角度のモデルから水の氷でできた天体が近くに衝突した場所では少量の噴出物がクレーター内に 液体の水として存在していることが示されている。水が液体で存在する期間は、単純計算で数百年、あるいはそれ以上であり、生命の起源に関わる単純な線具体分子が合成できる時間となる可能性もある。トルトラ白藩の近赤外線画像。氷火山の可能性があると考えられている。科学者たちは長らく、 タイパンの環境ははるかに低温ではあるが原始地球に似ていると考えてきた。2004年に大気中からアルゴニ40が検出され、これは氷火山が水とアンモニアからなる溶岩のプルームを生成している可能性があることを示した。タイパンの表面にある湖の分布図からは大気中のメタンが継続して存在し続けるために、 必要なだけのメタンは存在しないことが示されており、従って現在のタイタンの大気組成を説明するには火山のようなプロセスを経て大気にメタンが供給されなければいけないことになる。それでも氷火山であると明確に解釈できる地形は少ない。最初にこうした地形であると発見され、後に否定されたものとしてガネーシャクロブチと呼ばれるものがある。 これは2004年にカッシーニの合成解剖レーダーが捉えた 180km ほどの構造体で金星に見られるパンケーキドームと呼ばれる地形や地球のデカントラップに特徴が似ており低温の氷火山地形であろうと考えられるようになった。しかし2008年12月にアメリカ地質調査所のランディカークが アメリカ地球物理学連合でガネーシャクロブチがドーム状地形であるという仮説を否定する発表を行った。これによると、この地形はドームではなく、表面の明暗の組み合わせによるものだという。2004年にカッシーにはトルトラ白藩と呼ばれる異常に明るい地形も検出しており、これは氷火山のドームであると解釈された。2010年時点で、 このような地形は他に確認されていない。2008年12月に天文学者はタイタンの大気中に一時的ではあるが長時間継続する以上に明るいスポットが2つあることを発表した。これは単なる天候のパターンだけでは説明できないほどの持続性があり広範な氷の火山現象の出現の結果であることを示唆している。2009年3月に 固定と呼ばれる古城の地形に数ヶ月にわたって明るさが変動するように見える溶岩流のような構造があることが発表された。この変動を説明するために多くの可能性が示されたが溶岩が表面の下から噴出し表面から200メートル上まで上昇したとする場合が最も観測結果と一致している。2010年12月カッシーニのミッションチームは 発見してきた中で最も関心をそそられる氷の火山の可能性がある地形を発表した。ソトラ白藩と命名されている領域で、そこには少なくとも3つの山脈が確認されており、それぞれ1000から1500メートルの高さを持ち、いくつかは大きなクレーターによって覆われている。この地形の周りの表面は凍った溶岩の流れのように見える。 天体の公式な地名を定める国際天文学連合の定めでタイタンの主だった山と丘には J.R.R. トールキンのファンタジー小説に由来する名称が与えられることになっている山上地形には中津国の山の中から命名される例えばタイタンの赤道付近にある山地上地形はミスリム山脈と命名されているミスリム山脈には タイタンの最高峰と見られる山がある。これは2016年にカッシーニのミッションチームが発見したものである。オネジョー地形はトールキン作品の登場人物から名付けられている。例を挙げると2012年にビルボ級、アルーエン丘、ファラミア級、ハンディア級、ニムロス級が命名され、2015年にはガンダルフ級が命名された。2006年、 カッシーによって、長さ 150km、幅 30km、高さ 1.5km の山脈が発見された。この山脈は、南半球に位置しており、氷から構成され、メタンの雪で覆われている。この山脈はおそらく近くの衝突盆地の影響を受けた地形プレートの動きによって形成された、割れ目の下から持ち上げられた物質によって形成されたとされている。 カッシーニの探査以前は科学者はタイタンの大部分の地形は衝突によるものであると考えていたが地質学的プロセスによって山が形成されたことが示された。タイタンの最も標高が高い領域は赤道付近にベルト上に集中している。地球上で地殻や上部マントルの岩石がゆっくりと移動してヒマラヤ山脈やアンデス山脈のような地形を作るのと 同じようにタイタンでは氷の近くと液体のマントルが移動して山脈を形成する。ただし地球の山が岩石でできているのとは違い、タイタンで山を作っている氷の近くや液体のマントルは岩石より柔らかいため地球のように8000メートル級の山脈が形成されることはないだろうと推測されている。なお、 タイタン自身の自転や土星からの調汐力もタイタンの山脈の形成作用に影響を及ぼしていると推測される。カッシーニの歌詞、赤外マッピング分光高度計が撮影したソトラ白藩にある氷の火山の可能性がある地形の記事カラー画像。高さ1000メートルの山と深さ1500メートルのクレーターをもとに組み合わせた立体画像。仮にタイタンに 火山活動が存在していることが事実ならば、地球と同じようなマントルの放射性元素の崩壊から放出されるエネルギーによって引き起こされているとする仮説がある。地球上のマグマは、それが噴出する固体岩質の近くよりも密度が低い液体岩でできている。しかし氷は水よりも密度が低いため、タイタンの水のマグマは固い氷の近くよりも密度が高くなる。 これはタイタンで氷の火山が形成されるには土星からの潮積加熱を介する大量のエネルギーを必要とすることを示している。硫酸アンモニウムを覆う低圧の氷の浮上と不安定な構造は劇的なプルーム現象を発生させることがある。タイタンは粒状の氷と硫酸アンモニウムの灰によるプロセスを経て表面が更新され、 また風色による景観や砂丘といった地形を形成させる。2008年、AMs 研究センターの惑星地質学者、ジェフリー・ムーアは、タイタンの地質について、それまでとは異なる見解を提案した。これまでタイタンで火山とおぼしき特徴が、はっきりと特定できていないことを提示し、タイタンの表面が衝突クレーターや、川床の侵食。 マスムーブメント及びその他の原因によるプロセスのみで形成された地質学的に死んだ世界であると主張した。この仮説によると大気中のメタンは火山から放出されたものではなく冷たく硬い内面からゆっくりと拡散されたものになる。この主張に沿うとガネーシャ黒縁は中央に暗い砂丘がある侵食された衝突クレーターである可能性がある。 いくつかの地域で観測された山岳流気は大きな多重リング上衝突構造が激しく劣化した絶壁または内部が徐々に冷却されたことによる全体的な収縮の結果として説明できる。ただこの場合でも中心核の中の放射性元素の崩壊で説明できるほど低い 176K という低温の環境下で水とアンモニアの強小化合物からなる。 海が内部に存在できる余地は残されている。コーアルベド地域のザナルは木星の衛星、カリストの表面で観測されたものと同様の多数のクレーターがある領域が劣化してできた地形である可能性がある。このシナリオではもしカリストの大気が欠けていなければカリストはタイパンの地質学的モデルを調べる上で役立った可能性がある。ジェフリー・ムーアは このことからタイタンをカリストウィズ・ウェザーとも呼んだ。地球のナミブ砂漠とタイタンのベルトの砂丘の比較2000年代の初めに地上の望遠鏡によって観測された最初のタイタンの表面の画像から暗く大きな領域が赤道をまたいで存在していることが明らかになった。カッシーニが到着する前はこれが炭化水素の海であると考えられていた。 カッシーニによって得られたレーダー画像から、この領域はいくつかの縦向きの砂丘で覆われた広大な平野であることが判明し、最大で高さは100メートル、幅は1キロメートル、長さは数百キロメートルにもなる。このタイプの砂丘は常に平均的な風向きに向かって整列している。タイタンの場合、安定した帯状の風と変化する長石風が組み合わされている。 この風は地球が月から受ける潮積力よりも400倍強い土星からの潮積力による結果であり風を赤道に向かって動かす傾向がある。この風のパターンは理論化されており西から東に平行に伸びる砂丘に徐々に表面に粒状物質を堆積させていく。砂丘は風向きが変わる山の周辺で途切れている。最初は 縦の砂丘は一方的な通常の風向きに沿うか、または異なる二つの方向に吹く、風の間で適度に交互で変化する風によって形成されると推定されていた。その後の観測では、砂丘は東向きにであることが示されているが、気候シミュレーションでは、タイタンの表面の風は西に向かって吹いていることが示されている。また、風速秒速1メートル未満の風では、 表面の物質を持ち上げて運搬するのには不十分である。最近のコンピューターシミュレーションでは、砂丘はタイタンが春分を迎えている間、15年ごとに発生する稀な嵐によって形成される可能性がある。この嵐は強い降下物を作り、表面に達すると最大で風速秒速10メートルで東へ流れていく。タイタンの 砂は地球上の砂のような計算潮の小さな粒子で構成されていない可能性が高く液体メタンの雨が降りおそらくは鉄砲水となって水の氷でできた岩盤を侵食した際に形成された可能性があるあるいは砂はタイタンの大気中の光化学反応によって生成されたソリンと呼ばれる有機固体物に由来していることも考えられる 2008年5月に行われた砂丘の蘇生に関する研究では、この砂丘が他の領域よりも水分が少なく、有機物のス,スのような炭化水素重合物が表面に降り積もっていることが明らかになった。計算によれば、タイタンの砂の密度は地球上の砂の3分の1とされている。砂が低密度であることと、タイタン大気が乾燥していることから、 静電気の蓄積によって粒子が集まって塊になっている可能性がある。この粘着性はタイタンの表面近くで吹く一般に穏やかな風によって砂丘が移動するのを難しくする可能性があるが季節性の嵐による強い風は砂丘を東向きに移動させられると考えられる。春分の前後では強力なダウンバーストが ミクロサイズの有機固体粒子を砂丘から持ち上げてタイタンの砂嵐を発生させることができる。赤外線で見るとこの砂嵐は短命で強烈な輝きとして観測される。タイタンでは2009年から2010年の間に3回の砂嵐が検出されているボイジャー1号が撮影したタイタンの終焉タイタンは肉眼で感望することはできないが 小さな望遠鏡や強力な双眼鏡を用いれば観測することができる。アマチュアによる観測ではタイタンは明るく輝く土星本体と間の近くにあるため観測することは難しいが接眼レンズの一部を覆い明るい惑星を隠すための遮蔽棒を用いると視覚は大幅に改善される。タイタンの最大主等級は8.2等で平均主等級は8.4等である。 これと比較して大きさが似通っている木星の衛星が2目では4.6等である。宇宙時代以前のタイタンに関する観測は限られていた。1908年、スペインの天文学者、ホセ・コマス・ソラはタイタンの表面に大気が存在していることを示す、初めての証拠である終焉原稿を観測した。1944年にはジェラルド・カイパーが 分光観測を用いてタイタンの大気内のメタンを検出した。タイタンをフライバイしているカッシーニの無線通信電波の研究、土星系を最初に訪れた探査機は1979年に到着したパイオニア11号だった。パイオニア11号の観測によりタイタンは生物の存在を支えるにはあまりにも低温であることが明らかになった。 1979年半ばから後半にかけて土星が共に映ったものも含むタイタンの画像が撮影されたがその後ボイジャーがさらに高解像度の画像を撮影したタイタンは1980年のボイジャー1号1981年のボイジャー2号の両方で観測されたボイジャー1号の軌道は冥王星探査の可能性を捨ててまで探査機が 大気の密度や蘇生、温度を求められ、タイタンの正確な質量の測定値を得ることができるようなフライバイを行うように設定されていた。大気中のヘイズにより表面を直接撮影することができなかったが、ボイジャー1号のオレンジフィルターで撮影された画像が2004年に集中的にデジタル処理され、現在ではハップル宇宙望遠鏡によって 赤外線で観測されているザナドやシャングリラとして知られる名案の特徴の手がかりが明らかになった。ボイジャー1号のタイタンへのフライバイが不可能だった場合は、ボイジャー2号が代わりにフライバイを実行する予定だった。しかし、ボイジャー2号はタイタンの近くは通過せず、その後天皇星と海王星へと向かった。ボイジャーによってもたらされたデータでさえ、 タイタンは大気圏の中の詳細な観測が困難な謎に包まれた大型衛星とされていた。17世紀の観測以来、タイタンを取り巻いていた謎は、クリスティアン・ホイフェンスと序盤にカッシーニの名が取られた探査機によって明らかにされた。カッシーニは2004年7月1日に土星に到着し、レーダーでタイタンの表面の地図を作成する観測を開始した。 欧州宇宙機関とアメリカ航空宇宙局の共同プロジェクトであるカッシーニは大きな成功を収めた。カッシーニは2004年10月26日にタイタンの上空わずか 1200km を飛行し、肉眼では見えない表面の明暗の反転の最高解像度の画像を撮影した。2006年7月22日、カッシーニは初めてタイタンを目標とした。 近接フライバイを行い、タイタンの上空9 5 0トルまで接近した。最もタイタンに接近したフライバイは2010年6月21日に行われ、8 8 0トルまで接近したカッシーニによる探査で、北極付近の湖や海に大量の液体が存在していることが明らかになった。 ホイフェンスの着陸2005年1月14日に着陸機ホイフェンスはタイタンに着陸し過去のある時点で流体によって形成されたように見える多くの表面の特徴を発見したこれによりタイタンは宇宙探査機が着陸した地球から最も遠い天体となったホイフェンスは現在はアディリと呼ばれている地域の最東端付近に着陸したホイフェンスは 暗い平野に流れ込む暗い川を持つ淡い丘を撮影した現在ではこの丘は主に水の氷からなると考えられている太陽からの紫外線によって大気の上層内に生成される暗い有機化合物がタイタンの大気から降水として表面にもたらされる可能性があるこれらはメタンの雨により丘を洗い流され地質学的な時間スケールを経て平原に堆積して 行くとされている。着陸後、ホイフェンスは水の氷で構成されている小さな岩や小石で覆われた暗い平原を撮影した。コントラストを強調した画像の中央下にある二つの石は見た目で感じるよりも小さく、左側にある石は長さ1 5トル中央にあるのは長さ4トルであり、ホイフェンスからは約8 5トル離れている。 岩の底には侵食の形跡があり、河川の活動によるものである可能性が示されている。表面はもともと予想されていたものよりも暗く、水と炭化水素の氷の混合物で構成されている。画像中に見える土壌は、炭化水素の雲からの降水によるものと解釈されている。2007年3月、NASA、ESA、国際宇宙空間研究委員会は、 ホイフェンスの着陸地点をエサの前長官の名にちなんで、ユベールキューリアンメモリアルステーションと命名した。タイタンサターンシステムミッションで提案された、気球近年、タイタンに宇宙探査機を送り込むために提案された、いくつかのミッションが構想されている。NASA、エサ、ジェット推進研究所による、このようなミッションのための初期の概念的な作業は、 完了しているが、現在これらの提案のいずれも、資金援助は受けていない。タイタンサターンシステムミッションは、土星の衛星を探査するために NASA と ESA が共同で提案したものである。TSSM では、タイタンの大気中に6ヶ月間気球を浮遊させ、続けることが予定されている。資金の調達をめぐって、エウロパジュピターシステムミッションと競合していたが、2009年2月に、 エサと NASA は TSSM よりもイジザムの方を優先させることを発表した。提案されていたタイタン表層階探査は北半球の表面にある湖の水面に3から6ヶ月間浮かせる低コストの着陸機である。タイムは NASA のディスカバリー計画の12番目の候補ミッションとして2011年にフェーズ A 設計検討に選ばれたが選定はされなかった。 アイダホ大学の科学者であるジェイソン・バーンズによって2012年初頭に提案された別のミッションはタイタンの大気中で無人飛行機を飛行させて表面の高解像度の画像を撮影する AB o はというものである。しかし NASA は要求された資金7億1500万ドルを承認しておらず計画の今後については不確実である。2012年後半 スペインの民間エンジニアリング会社、サネアとザチェントロデアストローバイラジアインマドリードは、湖に着陸する別のランダーの概念的な設計を提案した。この探査機はタリスと呼ばれている。タイムと比較して大きく異なる点は、タリスでは自身を動かすことができる推進システムが構想されているため、着水する際に単に漂流するだけではないということで、ある。 ディスカパリー計画の13番目の候補ミッションとして、タイタンとエンケラトゥスの居住可能性を調べる、宇宙生物学土星周回探査機ジャーニー2、エンセラダスタイタンが提案されたが、最終的には選定されなかった。2015年、NASA Institute for Advanced Concepts は、タイタンの海を探索する潜水艇の設計研究に、フェーズ、通常製金を付与した。二0十九年、 NASA はタイタンの探査を行う新ミッションとしてドラゴンフライ計画を選定したと発表した。2026年に打ち上げられる予定でタイタン到着は2034年になる見通しとなっている。タイタンは複雑な有機化学物質に富む生物にとって原始的な環境であると考えられており、地下の液体の海洋が潜在的な生物環境となっている可能性がある。 探査機カッシーニとホイフェンスには生命の痕跡や複雑な有機化合物の証拠を得るのに十分な機能は備わっていなかった。それでも2機の観測によってタイタンの環境は仮説上の原始地球の環境といくつかの点で類似していることが示された。科学者たちは初期の地球の大気はタイタンの現在の大気や蘇生と類似していると推測している。 ユーリー・ミラーの実験及びいくつかの実験では、タイタンの大気に紫外線放射を加えたものと類似した大気内で複雑な分子及びソリンのような高分子化合物が生成しうることが示されている。反応は窒素とメタンの乖離から始まり、シアン化水素とアセチレンが生成されるようになる。さらなる反応について多方面での研究が行われている。 タイタンの大気のような組み合わせのガスにエネルギーを加えると DNA と RNA の構成要素である5種類のヌクレオチド塩基が多くの化合物に含まれることが報告されており、さらにタンパク質を構成しているアミノ酸も見出されている。このような液体の水が存在していない実験でヌクレオチド塩基とアミノ酸が発見されたのは初めてであった。 2017年7月26日にはカッシーニミッションの科学者たちは大型の複雑な有機物の生成に関与するとされている炭素サインイオンがタイタンの高層大気中に存在することを特定したと発表した。これらの反応性の高い分子は生還物質中での複雑な有機物の生成に寄与していることが以前から知られていたため、 複雑な有機物が生成される可能性がより普遍的にあることが強調された。同年7月28日、科学者たちはタイタンで細胞膜及び小胞の形成に関して生命に不可欠なアクリロニトリル、またはシアンカビニルが発見されたと発表した。2018年10月、研究者たちは単純な有機化合物を複雑なた、 感方向属炭化水素に変換させる低温化学経路の存在を発表した。このような化学経路によってタイタンの低温な大気中でのパの存在を説明できるとされておりパワールドハイポセシスと呼ばれる仮説の観点からも我々が知っているような生命に関係する生化学の戦具物質を生成する重要な経路になり得る。実験室でのシミュレーションでは 地球上で生命を誕生させたと考えられるものに類似した化学進化を開始させるのに十分な量の有機物がタイタンに存在しているということが示唆されている。この類水は現在観測可能な期間よりも長期間にわたる液体の水の存在を前提としているが、いくつかの理論では衝突により発生した液体の水は凍結した隔離層のもとに保存されることが示唆されている。 また、液体アンモニアの海が地下深くに存在する可能性があることも理論化されている。別のモデルでは氷近くの下の深さ2 0 0トルにアンモニア水が存在しており、地球の基準では極端な環境ではあるが生命が生き残ることができる環境であることが示唆されている。内部と上層の間の電熱は地下深部の海洋の生命を維持する上で重要と、 なりうる。タイタンで伸び生物のような生命の検出は大気中のメタンと窒素の調査による生命活動の痕跡に依存するだろう。地球上の生命が水中に生息するのと同じようにタイタンの液体メタンの湖の中にも生命が存在する可能性が示唆されている。そのような生物は酸素の代わりに水素を吸収し、クルコースの代わりに アセチレンで代謝を行い、二酸化炭素の代わりにメタンを排出するだろう。地球上のすべての生物は液体の水を溶媒として使用しているが、タイタンの生物は代わりにメタンやエタンといった液体炭化水素を溶媒として使用する可能性が考えられる。水はメタンよりも溶媒としては強く、さらに水は化学反応性も高く、下水分解によって 大きな有機分子を分解することができる。そのため、炭化水素が溶媒である生物は、このようにして、生体分子が破壊される、危険性には直面しないであろう。2005年、宇宙生物学者のクリストファー・マッケイは、仮にメタンを生成する、生命体がタイタンの表面に存在しているとすると、タイタンの大流圏の水素とアセチレンの混合比に、 測定可能なほどの大きな影響を及ぼしている可能性が高いと主張した。2010年、ジョンズ・ホプキンス大学のダリル・シュトローベルは、タイタンの大気上層内の水素分子の量が仮想に比べて多いことを確認し、毎秒1028個の水素分子が大気を加工し、タイタン表面付近で消失していることについて議論した。シュトローベルが指摘したように、彼の調査結果は、 メタン生成生物が存在していた場合に、マッケイによって予測された効果と一致していた。同年、別の研究でも、タイタンの表面のアセチレンの量が少なく、マッケイによって提唱された、炭化水素を消費する生物がいるという仮説と一致するという解釈がなされた。生物学的仮説を繰り返し述べているものの、 彼は水素とアセチレンの発見に関して未確認の物理的もしくは科学的プロセスや物質の流れに関する現在のモデルの欠陥といった他の可能性がより高いということを指摘している。蘇生のデータや輸送モデルなどは立証される必要がある。しかし、非生物学的な触媒によって生成されたとする説明は生物学的な由来と考えるよりも 衝撃的なものではないとしながらも、マッケイは 96K の低温で有効な触媒の発見は依然として重要なものであると述べている。NASA は2010年6月の調査計画に関するニュース記事で、これまでのところメタンをベースとした生命体は仮説に過ぎない。科学者たちはこの種の生命体をどこに置いても検出していないと述べた。一方、NASA の声明は 科学者たちの中には、これらの科学的特徴は、タイタンの表面における原始的で、エキゾチックな生命体、あるいは、生命の戦具体の議論を補強するものであると、考える者も,もいるとも述べている。2015年2月には、タイタンの条件下で、液体メタンで機能する仮想の細胞膜が、モデル化された。炭素、水素、窒素を含む、小分子で構成されており、ン脂質、 炭素化合物、水素、酸素、リンから構成される地球上の細胞膜と同じく安定性と柔軟性を持つ。この仮説的な細胞膜はアゾトソームと呼ばれており、アゾテはフランス語で、窒素、リポソームと同じくソーマはギリシャ語で、体を意味している。これらの生物学的可能性にもかかわらず、タイタンには生命に対して大きな障害もあり、 地球との類推は不正確である。太陽からの距離が遠いため、タイタンは温度が低く、大気には二酸化炭素が欠如している。また、タイタンの表面では水は個体としてしか存在することができない。これらの障害のために、ジョナサン・ルーニーンなどの科学者たちは地球上での生命の出現に先立つ一般的な条件についての理論を調べる実験よりも タイタンを生命が存在する可能性のある生息地とはみなしていない。生命自体は存在していないかもしれないが、タイタン及びそれに関連する有機化学の原始的な条件は依然として地球の生物圏の初期の歴史を理解する上で興味深いものである。全生物的な実験室としてのタイタンの使用は宇宙探査機による観測だけでなく実験室実験。 地球上での科学的及び高科学的モデリングも含まれている。大型の小惑星もしくは彗星が地球の表面に衝突したことにより微生物が含まれたミクロサイズの岩石の断片が地球の重力を逃れて飛翔する可能性を示したパンスペルミア仮説と呼ばれる仮説がある。計算ではこれらがタイタンを含む多くの太陽系の天体に向かう可能性が示されている。 一方で、ジョナサン・ルーニーンは、タイタンの超低温の炭化水素に生息する生物は、地球上の生物と、科学的に全く異なる形態である必要があるため、どちらかの生命がもう一方の生命の祖先である、ことは不可能であろうとしている。タイタンの条件下では、遠い未来に今よりも、はるかに居住可能性が高くなる可能性がある。現在から50億年後には、太陽が、 赤色巨星に進化し、タイタンの表面に液体の水が安定して存在できるほどに表面温度が上昇し、居住可能な環境になる可能性がある。太陽からの紫外線放射が減少するにつれて、タイタンの上層大気中の塩が枯渇して、表面の半温室効果が弱まり、大気中のメタンによる温室効果が大きな役割を果たすようになる。これらの条件は、 共に居住可能な環境を作り出し、数億年間も持続する可能性がある。これは地球上で単純な生命体が出現するための十分な時間であると考えられているが、タイタンに存在するアンモニアによって化学反応の進行はよりゆっくりしたものになるだろう。ありがとうございます。